今日もです、ね YouTube、の視聴者様にご質問い,ただいております以前ですね、まあ、世界のトップ選手が使う,こうボラの動画をですねもう多分2年前ぐらいにアップしてるんですけども、うん、まあそっからですね結構月日が経っていてこうボラその後ですねどういう評価なのかな皆さん使われてたりとかするのでその辺りを聞きたかったりとか、うん、あと特にですね、うん、ソウルの痛み方に対してこう液体だと皮膜が薄くなるので物理的な保護 という面ではこう固形のパラフィンが上手だと思うんですけどもその辺りですねあの感覚的な部分もにもなってしまうかもしれませんけども鍋さんのですねご意見いただけたらなと思うのでその辺りですね教えてください、うん、<coughs> はい、はい、じゃあお願いしますお願いしますやっぱりいいろろ今その リキッドパラフィンっていうのが出てきて他のメーカーさんもいっぱい出してきていると思うんですけど、はい、まあそれはそれであの、まあ、リキッドとリキッドパラフィンの違いっていうのはその、まあ、定着をして持ちがいいのがリキッドパラフィンで持ちが悪いのがそのリキッドワックスっていうでもそのリキッドワックスの場合はもう下にこうちゃんとベースを作っていかれればそのアイロンでパラフィンをこう浸透させていかれてるんであればあのそれが剥がれても。 下のワークスがあ,のあるわけですからりますすよよねねということなんで,すよ、ね1日でまあ,あのボラの場合もその他のメーカーのリキッドパラフィンもそうですけど、まあ、とりあえず定着してあの1日何とか持たせようとしてるわけですよね。そこまで持つかどうかっていうのは本当に現場の感覚もあると思うんですけど、はい、まあどちらにしてもそ,れをその場合はそのまあ,あのボラだけを塗っていかなくちゃいけないっていう環境の環境の 問題でじゃあご自分の家の中であのそんなあのアイロンでやるようなパラフィンができないとあのベース処理ができないという汚れ、うん、取りも含めてうん、うん、っていう人なんてめちゃめちちゃゃいいいっぱいいると思うんですようん、うん、でその人たちにそういう環境を作れっていうのは逆におかしくてケースバイケースで動いていくと考えた場合に、うん。 そういった時に、そのリキッドパラフィンというのが出てきたわけですよね。リキッドワークスではなくて、リキッドワークスの場合はすぐ取れてしまうんですけどみたいなことがあって。うん、それがあのリキッドパラフィンの方が、例えばあの十回リフト10回分でも余分に乗れるわけですよね。そう考えたら、やっぱりそちらの方が。いいという,、うん、う。しかも定着しやすいし。あのホットワークスやらなくても、うん、なんか同じような気分で滑れるみたいな。で、その、はい、まあ、それの。 まあ一番そんな今先頭に立ってるのがボラさんだと思うんですけど、はい、まあ一時期はその本当にあの少ししか入ってこなくて今から4年ぐらい前はうん、うん、あとか3年前は、うん、でその時にみんな探しまくってたわけですよねうん、うん、でそれがだんだんメーカーさん輸入元もあの徐々にこう入れていけるようになって、うん、まあ今となってはそのいろんなあの小売店さんに入ってるっていうことですね。 あの独占して私が売りたいとかそういうことを思ったわけでもなく皆さんがこう何そのそういうためにあるんだと、まあ、一部のその何だろうなトップの人たちがえっと自分たちにも手に入らなかった。 憎く,くなるということも心配されたこともありましたけど、うん、今となってはもういろんなメーカーさんも出してきてるしボラさんのそのなんだろうなえー、っとリキッドパラフィンが、うん、そのまあ要はその独占率ってやつが少なくなったりしてもだんだんとその最初は90%ぐらいがそのレーサーが使ったのが今70とか。 あのう減ってきたにしてもうん、うん、それでもそれだけの人気があるっていうのは、うん、やっぱりその実績があるからだと思うんですよね実際問題そのあの現地にいるチューナッパーさんたちもよく使って見えるっていうのは、はい、それはそれだけの成果があったっていう、うん、のものでそれを使っていることが今でも多いっていうのは、はい、50%以上あるとした場合に、はい、それはやっぱり、えー、実績があるという。 あの一部の小売店さんだけではなくて、いろんな小売店さんが売れるようになってきたっていうのも。うん、あの決してその、あのこうやって公表して。私が独占したいというわけでもなく。はい。皆さんが簡単に。その。あの気持ちよくスキーやスノーボードができればいいっていうことにつながっていくんだと思いますよ。はい。あのまあ、そういうことをこういう。ここの場でこう公表していくっていうのが。うん,うん。一番その最短距離っていうか、うんうん、あの。 あのスキーやスノーボードを滑るための最短距離であるっていうことだとだ思うんですよ、ね、まあ,あの逆によくなったなと思うんですよ私のとこだけがとかあのではなくてうん、うん、どこでのネットで買ったとしても買えるようになってきたので。はい そうですね、だいぶ安定してきたかなというふうに思います皆さんが楽しめる選択肢を出ているみたいなで,、ねはい、でもやっぱりあの、まあ、トップを走ってるメーカーさんだと思いますよねそんだけ実績があるというそうですよね皆さんも使ってみえてやっぱりリピーターとしてまた買おうとして見えるのは、うん、そんだけの実績がある他のメーカーも試してみてもらっても全然いいと思うんですよはいでそこの中で逆にその情報がいただければ、うん、こちらも現地に行ってるわけじゃないので、はい、その情報がいただければ逆にありがたいかなというふうに思います確かにまたここで好評できるし と思います。そうですね。わ、はい、かりました。まあ皆さんでいろいろ情報交換しながらですね、すね楽しめる環境を作れればなと思います。本当、はい、他のメーカーでもいいものがあればどんどん教えていただければ。そうですね。と思います。はい。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いえー、いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますので、よろしくお願いします。スチー。 スノーボードへの疑問を YouTube で回答しますスキー、スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなどどんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください今後も定期的に動画をアップしていきますのでぜひチャンネル登録をお願いします